はい、今回はね、お礼と告知の動画撮っていこうと思います。まずお礼になるんですけれど、このね、映っている画面見ていただければ気づいた方いるんじゃないのかなと思うんですけれど、なんとルルカチャンネルね、約2年半毎日更新続けたわけなんですけれど、ついにチャンネル登録者数が1万人を突破しました。ありがとうございます。最初の1年に関してはギリギリ1000人いった程度で、伸び率も悪くてね、まあ1万人とか夢のまた夢かなみたいな感じだったんですけれど、そんなねルルカでも2年半毎日更新続けていたら、なんとかね1万人突破いたしました。本当ね、チャンネル登録いただいてありがとうございます。やっぱね1万人突破って、まあもちろんね通過点だったりとか、まあ大したことないという方もいたりするとは思うんですけれど、まあ個人的にはね、目標だった1万人突破しましたので、まあ彼女のしらすさんと1万人突破記念のね飲み配信をやろうかなと思っています。そちらの方が、普段ねルルカチャンネルって生放送いつやるかというのを一切告知していません。ほんと迷惑なチャンネルです。突然ゲーム実況始まったりとか、突然飲み配信始まったりとか、突然ガジェットライブ始まったりとか、お前のチャンネル見に行けないよと思われてる方めちゃくちゃいると思います。ほんと申し訳ないんですけど、今回に関しては1万人突破ということで、ほぼ初めてだと思うんですけど、告知の方させていただこうと思います。今日がね8月13日記念すべき1万人突破した日なんですけれど、8月17日土曜日ですね、8月17日土曜日の夜の8時半、20時半ですねから、しらすさんとね一緒に1万人突破記念の飲み配信やろうと思っています。ぜひね多くの方来ていただけたら嬉しいです。一応今お盆休みのね、真っ最中ということで、他のね、すごい魅力のあるチャンネルとかもいっぱい生放送だったりとか、ライブだったり動画いろいろ出してると思います。そんな中なので、なかなか来ていただくのもね、大変かなと思うんですけれど、よろしければ、1万人突破記念の飲み配信、ぜひ来ていただけたらなと思います。ちょっとね、時間を取れない方でも、一瞬だけでもね、顔出して一言だけでもコメントいただけたら嬉しいです。まあ、今回に関しては、1万人突破のね、お礼と、プラスアルファ、ルルカチャンネルには珍しく告知の方をさせていただきました。今後もねルルカチャンネルに関しては毎日更新続けていきますので、よろしければねチャンネル登録高評価お願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。